立ち技なし、場外なし、時間制限なし、重力5を制すという格言を実践し、技術によって体重差を克服するため、純粋に寝技の技術だけで戦う高専柔道。戦前は立ち技の行動感、寝技の高専と言われるほど流星を極めたが、戦後は一時武道が禁止されていた関係もあり、早くから海外普及に力を入れていた行動感柔道が主流となった。今日では旧帝大の流れを組む国立七大学にのみその名残をとどめている。寝技は練習量がそのまま実力に反映されるとも言われ、センスに頼る部分が多い立ち技とは大きな違いを見せる。高専柔道は学生たちのたゆまぬ研究によって寝技の神髄を極めたとまで言われるほどになった。その寝技を今に伝えるのが寝技研究会である。それでそうでも切んなきゃ、前バチッと引っ張って切る、そう、それだけです。体がうんぬんってのはあまり関係ない。寝技研究会は1998年に他界された故平田かなえ先生の意思を後世に引き継ぐため、五十嵐会長、鳥居首相、伊佐治副首相が中心となり、今も欠かすことなく練習を続けている。現在高専柔道を一般に指導しているのはこの寝技研究会だけであり、柔道経験者ばかりではなく、さまざまな格闘技者がその技術を学ぶために練習に参加している。寝技研究会が提唱してきた高専柔道の練習体系、そして無数のバリエーションを持つ多彩な技の数々を今ここに紹介する。一言で言うと、柔道の寝技の好きな人が寝技をやるために集まる場所と、こういうふうに私は思ってますね。一般の柔道をやってる場所でこういう形で厳しい稽古をこれだけの量をやるっていうのはないと思ってます。で、そういう意味でそれを継続して、場を提供するというのがこの会の、存在意義と言いますかね、というふうに私は理解しています。来るものは拒まず去るものを待つというような、そういうような姿勢が基本的にありますから、それが今脈々とその受け継がれていくと。で、我々もそれを会長もそうですけれども、その精神はこれから受け継いでいきたいと思うし、今も受け継いでいると思います。結局ね、来る人がこの場に初めて来た時にね、自分は部外者だっていう違和感が全然ないんですよ。初めて来た人もやっぱりその辺がね、やっぱり初めて来た人がまた次も来ようかということになるし、それから前からいる人はやっぱりこの雰囲気が好きで残ってるしということで、長く続けてる結果やっぱり年寄りの人も若い人もで、年取った人は稽古が非常にこう辛いんだろうなというふうに一般的には見られると思うんですけども、意外とね、続けてここの稽古を何週間かやってるとですね、結構ついていけるようになるんです。立ち技に対する怪我の恐怖がありますので、その寝技をやるってことで、年配の人がなかなかその若い者とやるときには非常にその勇気がいるとか、そういう怖さがあるんですけども、そういうものの恐怖が一応その寝技ってことでね、持続的に続けられると。で、自分 その柔道の好きな人でもその長くその続けられると、そういうようなことがあると思いますね。年取った人はいろんな技とかそういうことを身につけてるんでね、若い人にいろんな意味で教えられることが多いということで、若い人にも魅力的なんだろうなというふうに考えてますけどね。
稽古をランドリー始めてランドリーの中頃にポッと来てですね、それから入ってね稽古をやる人が結構いるんですよ。まあ、それでもこの会に来てくれる人は来るものは拒まずでウェルカムでいいんですけども、そういう人はね最初から準備運動まで全部負荷をかけて体をいじめてきてやった人とやって互角に戦ったからといって、フリーで同じ条件で戦わせたら全然目じゃないです。我々だって仕事の都合とかそういうことでですね、途中から来た時はいや今日は体軽いなということでね、すごく普段押される人でも自分の方が分がいいというかいうことあるわけですよ。そういう意味でね準備運動は非常に大事だと思います。苦しいことをやりながら1週間1回でもしっかりやっていくということで、体力的にも体格的にもある程度の線を維持できる、怪我も防止できると、そういう意義はあると思いますね。準備運動の時からやっぱり体をせいぜい攻めて負荷をかけておいて、それで汗たっぷりかいて体を柔らかくしておいて、それから稽古を始めるっていうこととね、そういうことを続けてるとやっぱり体力もついてくるわけですよ。最初来た時この準備運動がきつくて、例えば最後 相手を膝車してスクワットやるだとかね、前にぶら下げて背筋運動やるなんていうのは、いや俺はとてもできないやなんて人結構いるんですけども、それを我慢して続けてるとそれが苦じゃなくできるようになるっていうことは、それだけやっぱり体力がつくっていうことだし、でもあるし、そういう負荷を背負った上でその後でランドリーをやるということでですね、やっぱり持久力体力全然違うんですよ。まあ、そういう意味でねきちっと準備運動をやるべきだと思います。はい、準備運動からアクション。よし、よし、上、三、四、四、五、五、六、六、
いや、大丈夫、後ろばっかり。
我々が通常の稽古でやってます立ち技から寝技に移行する時の一つとして小手返しを説明します。まず最近の柔道は半身になって組み合う機会が非常に多いということで、その機会を捉えてですね、襟をなるべく深く持ちます。あるいはこの場合ですね、相手が許してくれるんであれば、この手を反対側の襟まで伸ばして取ると決まります。それで次にですね、相手の自分の腕の上になっている相手の腕を手首を持って引き出す。これは手首でも、あるいは柔道着を持って引き出してもいいですけども、それで持ち出して、その手首を下に送り込んで、関節を決めながら、相手が関節が決まるんで、それが嫌で回るしかないという状態で投げる技です。柔道では関節を決めながら投げる技はやっちゃいけないということになってますけども、この小手返しだけはやってもいいということになってまして、投げ技が決まっても一本にはなりません。投げ技が決まっても一本になりませんけども、それで倒れた相手を抑え込む、倒すことは有効ということになりますから、寝技の好きな人はこれで相手を倒し込むということが有効だと思います。はい、清水先生やってください。関節が決まったら、はい、今は関節を決めて、決めましたけども、そのまま抑え込んでもいいですね。はい、もう一回、はい、抑え込み、で相手を回して入るときにですね、ポイントはもう一度やってみてください。相手と引き合うわけですけども、通常は右のに出てるこの足をですね、一度後ろに引いて、それで相手との間合いを広げることがポイントです。間合いが狭いと相手が自分の体の上に乗っかってきて非常に技が決まりにくいですから、足を引いてそれで回る。はい、それじゃあ他の人も一緒にやってください。一緒にやってください。やってください。はい、続きやってください。お互い組み合った時に相手の体勢が低い時にですね、さらに相手を下に引き下げて、それで、頭を脇の下に抱え込むようにして、抑え込みます。それでその時に帯は真上じゃなくて横を取りますね。横側を取って、真上を取りますと頭を抜いて後ろにバックついて逃げられるということで、バックドロップ食らいますから、抑え込んだら横帯を取って、それで肘できちっと相手の頭を押さえるという状態にして、手は下から突っ込んでください。手の下から、はい、それで膝を持ち上げる、膝を持った側の足を踏み込んで、それで、巴投げのような形で後ろに返していきます。で、この時には投げ切らないで相手についていって、そのまま縦四方で決めると、こういう形に決めます。はい、一緒にやりましょう。通常我々の稽古はこういう形で、立ち技から寝技に入る稽古も常にやってます。はい、次、今度は同じように
引き込み返し行こうとしたときに相手が引き込み返しを警戒して後ろに体重をかけた状態で逃げようとします。こういう状態で引き込み返し行こうとします。行こうとしたら相手が後ろに体重をかけたときには左手持った側を思いっきり持ち上げるようにして相手をけんけんさせます。左にトントントンと、そういう状態で左相手の左足に体重がかかってますから、ここにこの足を大内刈りに勝って今度は相手を後ろに倒す。でこのまま抑え込んでしまう、はい、相手をきちっと肩を抑え込むのは先ほどと要領同じですね。それで、はい、足を持って相手を持ち上げると重心がかかった状態で相手の足がトントントンとけんけん打ちますから、それを内側から刈って倒すと、こういうことです。はい、足を持ったらですね、相手を持ち上げるわけですけども、その時に刈る側の足はそのまんまの位置に置いた方がいいですね。相手をこう振ることによって相手が自分の刈る側の足の前に足を送り込んでくる、うん、そうするとそのまま刈り込んでいけばそのまま大内刈りになるということでかかりますから。次も通常の稽古の手順としてやります脇取り返しですね。腕を大きく抱えて反対側の襟を取ります。それで、もう一方の手で帯を相手の腕の下から突っ込んで帯を取って、相手を自分の体の上に引きずり上げながら相手の下に入ります。で相手を足で持ち上げる訓練を通常これ20回ほどやりますけども、時間がの関係でこれで返す、それで横につきます。それで、崩れ計算の方に決める。その時に最初に取った襟は離さないでそのまま決める。手を突っ込む時にはなるべく肘を伸ばした形でずっと奥に突っ込む、肘を曲げないでですね、これを自分の体をこっちにずらしてそれで肘を伸ばした状態で突っ込んでいく。そうすると深く入りますから手が、はい、そういう状態で引いて、はい、相手に、足を挟まれた状態から相手の上半身を決めてそれで、足を抜くまでの訓練ですね。これも通常いつもの稽古のパターンでやってる稽古です。まあ、通常寝技攻め攻防の中では相手に足を挟まれた状態でこういう状態になるわけですけども、これから相手の上半身を決める手順を説明していきます。はい、右手で相手の首が斜めになるぐらいまでずっと腕を突っ込んで相手の首を決めます。それから相手の左襟を引き出してその襟を持った拳で相手の肘を突き上げて万歳させてその襟を下から入れ込んだ手で握り替えます。でそういう状態にした後で一度体を引いて肩を相手の顎の下にしっかりと入れ込むように肩を入れ直します。ここまで決まったら今度は体を回しながら相手の体を引っ張ってきます。そうすると相手の体がここくの字になりますから、その状態の時にそのくの字になったくぼみのところに膝を落とし込んで足を抜くという状態で抑えます。襟を大きく腕に巻き込んでください。そうすると相手の左手の自由が奪われますから、そういう状態で肩を決めてそれで抜いて決めます。次は肩始め、通常の稽古の中で、抑え込み、それから締め、関節、こういうことを常々稽古やってるわけですけども、その中の一つの
今度は締めに行く手順ですね。これも相手に片足挟まれた状態で相手が伏さって逃げようとするときに、挟ましてる足で 足先で相手が回っていくのを、ここ見える、これで足相手に引っ掛ける、まあ、そうそういう状態で足を引っ掛けて回っていくのをまずそれで防いでおきます。それから脇の人から突っ込んだ手でそれで襟を持って、その襟を畳に突きつけます。その時にこの肘がまっすぐ伸びてることによって体重がかかりますから、いっぱいいっぱい体重をかけて相手を畳に押し付けます。で、反対側の手を差し込んで、下から差し込んで持ち替えて、それで自分の胸で相手の肩に圧力を加えながら前に押し込んでいって、反対の手で手を上げて、そうです、はい、頭の後ろに回して、気をつけてね、相手落ちちゃうよ、すぐ閉まるから。はい、決まった。今は腕を万歳させましたけども、今度は送り襟、反対側の襟を持ってですね、それで、体を起こすように相手を締める。はい、これも簡単に決まりますから。はい、それでは寝技の基本的な入り方、返し方等を説明したいと思います。どうぞ。まず最初に組む時の相手との襟の握り方ですけれども、まず左手で、オーソドックスに襟を握りますね。それで、反対の手で相手の首の後ろを握るわけですけれども、これは手を肘を伸ばして奥まで突っ込んでなるべく深く握るということによって相手の首を制することができます。こういう状態に持って、それで自分が下につく、こういう状態で相手と正対すると、成瀬さん立って、で、相手が攻め込もうという形で動き回るわけですけども、自分の背中、へその裏側ですね、が一点が畳についた状態でいくら動き回っても相手に正対することができるということで、相手に入ってくる機会を与えない、こういう状態にまず握ります。この時握り方は、両襟取る場合と、それから今持っているように肘を取る場合と、まあ、2種類あるという形になりますけども、こういう形で取っていた状態から相手の足を刈って返すという状態で、自分が優位に立てるということがまず一つあります。それから巴、こういう状態で相手と攻防ある間に相手がちょっと乗ってきたら巴で返して、そのまま縦四方に抑える、こういう状態もあります。相手が上になっている人が不用意に帯の上までずっと乗り込んできたときには、首を取りに行く、小手絞りという技ですけど、ということで締めに入ると、この持ち方からいろいろと変化させることができます。ということは、攻めてる側は不用意に前に出ないということですね。不用意に前に出ると先ほどの巴投げがありますし、今やったように締めに入ってくるという状態が考えられるんで、上から攻めてる方は不用意に上につかないと、この辺が大事なところだと思います。持ち方は相手の首の後ろまで手を深く突っ込むことが基本ですけども、こういう 片側こういう形で持った後で、今度こちらの手は肘をしっかりと持ちます。
という状態と、両襟持った状態と2つの状態が考えられますけども、この状態から足を刈る、刈って返す。成瀬さん立ってください。相手が攻めてくる状態を足を刈って返す。はい、それから同じ状態から反対側に足を蹴って返すという状態で上になる。はい、それからまあいろいろ動きの中で、相手が腰を下ろして前に出過ぎてきたような状態の時には小手絞りという状態で締めが効きます。それから締め の一種類としてもう一つ前締めがありますね。こういう状態で持っておいて、それで、はいはい、前締めありますね。はい、それとこの攻防の中で、相手が乗り過ぎてくると巴投げがあります。はい、これで一気に相手を逆転して、上になります。はい、それから、相手が巴投げを嫌って体重を後ろにかける状態が考えられるわけですけども、引きつけられるが嫌がって相手が後ろに下がろうとする、その時には一気に今度は足を刈って返して一気に上になってしまうということで、襟を持った状態からいくつかパターンが考えられます。続いて足を制して入るやり方を説明したいと思います。はい、どうぞ。先ほどの下から相手を攻めるという攻め方と対になりますけれども、下の人は相手の袖襟を持って引きつけます。この引きつけが下の人が強くて引きつけられてしまうと、先ほどのように下の人が有利になるわけですけれども、上から攻めてる人はそれに耐えるという形で、まず足首のところをきちっと握ります。でその握った状態で肩骨の拳の骨をですね、相手の足首にきちっと押し当てて、それで体重かけながら相手の足を押さえ込む、こういうことになります。それで、横に順次ついていく。はい、進めて。はい、ここまで入れば完璧ですね。今は足首を制して入る入り方でしたけれども、今度は膝を押さえて入り込んでいきます。この時もですね、このズボンを持ってねじり込むような形で肩骨が相手の弱くて痛いところに当てて、それで畳に押さえ込むと、こういう形で相手の足を制します。でここまでつけばそのまま押さえ込んでいくと。次に両足を抱え込んで入るやり方をやります。相手の両足を両腕で抱え込む。それでこういう状態の中で相手のズボンの内側を両手でそれぞれ反対の側のズボンを持ちます。それで相手を押し込んでいく。辛くなって相手が膝を伸ばしに来ますんで、その時に足を伸ばして両足を伸ばした状態で接する。それで横について右手を抜いて手を襟まで持っていって、
この手はこのまま離さないで、このまま抑え込んでしまったらいいですね。これで完全に抑え込みの状態になります。はい。外から回して反対側の足のズボンを持つ。両足とも同じように持ちます、はい、こういう状態で持っておいて相手の膝を曲げるような形で押し込んでいく。そうすると相手は膝を曲げられて辛いんで伸ばそうとします。それを一気に引き伸ばして、伸びた状態で相手の足を制します。それでそういう状態から横について、はい、それからついた方の手を抜いて、襟を決めて押さえ込んでいきます。はい。自分の足で相手の足を割り込んで入っていく入り方を、この場合は両手で鼠径部を持ちます。鼠径部を持って自分の肘を使って相手の膝を押し広げるような形に攻めていきます。それで、相手の足が開いたところを膝を乗り込んで、それで足を押さえ込んで横につきます。もうここまで入ればもう押さえ込みということになります。次に同じような状態から今度は相手を担いで入っていきます。両腕を足の下から突っ込んで帯を持って、それでその帯を持ち上げるのではなくて自分の方にまっすぐ引きつける、畳を押し付けた状態で引きつけるという形で、両肩を使って相手の膝を決めてしまいます。こういう形で、相手は足の自由が奪われた状態になりますので、それでこの時手を大きく広げるのがコツですね。小さく広げますと相手の足の力に負けてしまいますから、大きく広げてそれで相手の足を上に持ち上げて、それで反対側の襟を持つ。それで押し込みながらズボンを持って、で相手はエビの状態に攻められるのが辛くて体を伸ばそうとしますので、それをゆっくりずらして横につく。もう完全にこれで抑え込みですね、はい、同じ状態から片足を担いで攻める状態ですね。これも引きつけるときには持ち上げないようにすることがポイントです。持ち上げないで、それで、相手の足を決めて手を伸ばして反対の襟を持って、相手が反対に返っていかないような状態にして、また同じようにエビにする。エビにした状態から逃がして抑え込み決める。はい。次に相手が伏さった状態でしのごうとするところを攻める手順を説明します。まず最初に相手の腕を取って返す返し方、脇の下から手を突っ込んでですね、それで反対の手は首の下から手を突っ込んで、それで引きますけれども、この時に普通真横に引いて返そうとすると
相手は右足を送ってそれでしのごうとします。それではきちっと帰りませんので、こういう状態でしのごうとして帰りませんので、斜め前に引き出すようにして返す、はい、こういう状態に帰ってしまえば腕も畳み込まれている、そのまま押さえ込んでしまえば相手は全然動きが取れないと、こういう状態で決まります。相手が伏さった状態に横についたときに、左手で相手の襟を送り込んでやる。それで下から脇の人から突っ込んだ手で、深く襟を持ちます。でそれを持ち上げるようにして前に引き出しながら左手で相手の肘を持ちます。でその肘を引きながら前に引き出す、そして返す、で押さえ込んでしまいます、はい、今度は手を入れさせてくれないときに上について、上について、上について、肩口のところを持ってそれで持ち上げる。で相手を持ち上げます。これは重くて持ち上がらないという感覚はあるんですけども、そんなことないですね。比較的軽く持ち上がりますから、持ち上がった状態から相手の首のところに手を回します。回したら相手の首を一度上げておいて素早く手を下に回して顎の下にまで手を回します。こういう状態に手を取ったら手を利かしながら回り込んで相手を返す。これは相手が首がいじめられて辛くなって自分から帰ってくれますから、その時に、この腕は畳み込まれた状態で外まで逃げないように、一気に返してしまうとこれが外に抜けてしまいますから、これを抜かないでそのまま自分の胸の中に押さえ込んだ形でそれで決めます。いうことで相手は逃げる動作を非常にしづらいと、こういう状態になります。同じく横について、相手の首のところに手を回して、それで、頭を跳ね上げて腕を中に突っ込みます。こういう状態で入って返しに行くんですけども、相手がこらえて返しきれないという時には締めに変化します。これも首が締めて決まるのが嫌で、相手は自分から下に回ってくれますから、そしたら上に回って押さえ込んでしまう、上昇に決めます。横についた状態から手を突っ込もうとしてもなかなか相手が手を入れさせてくれない、こういう状態の時には一度相手に馬乗りになって、それで肩口のところですね、肘の先を持つと重くてなかなか上がりませんから、上がりませんから肩口のところを持ってそれで持ち上げる、これですと比較的簡単に相手が持ち上がるので、上げた状態で手を首の下に回し込んで、それで、手を突っ込んでしまいます。こういう状態に突っ込めば相手の首を一度上げておいて素早く手を回し込んで首を制しながら相手を返して押さえる、その時にこの手が抜けないように胸で制しながら押さえ込んでしまうと相手は逃げる手段を取れないと、こういう状態に決まりますので、こういう形で決める、はい。
乱取り中によく右足をこういうような感じで絡まれる場合があります。でその時に、取る関節の方法で2種類あります。で一つは、相手の左腕を自分のこういう持った状態で切ります。切ったら手のひらが、下にこう畳のところに密着するようにここで把握します。でついでに今度は、人差し指から小指までを相手のちょうどここに溝みたいなのがあります。そこに密着させます。で親指は相手の親指の付け根あたりを把握します。で次第に相手の腕から離すように徐々に上に上げていきます。でこの際注意点は畳から相手の腕をあくまでも離さない、上げさせないということです。それで徐々に徐々に上げながら左手を自分の 手首のところに置きます。それでだんだんもどん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 上げていってここで決めます。でもう一つはこの腕を相手の腕を曲げた状態で今度は甲を畳につけるような状態にします。でその時にあくまでもここでやっぱり離さないように把握します。で左手を使って手首を持ちます。でこの時にさっきと反対にさっき離していきますが今度は近づけていかないと相手の自由になりますのでできるだけ近づけさせます。でその時に自分の左肘は畳にしっかりつけていきます。で次いで今度は右手を自分の手首にかけて寄せながら手前に引きながらここで一気に弾む。それでこういう状況から今度は腕を取りに来る状態から逃げる逃げ方ですね。まず腕を取りに来ます。こういうふうに来てこれは危ないということになったらまず自分の取られそうになっている側の腕を自分の体の下に畳み込むんですよ。こういう状態ねというこういう状態にすると今度は相手は十字とかそういう技で攻めるというチャンスが生まれてくるんでその十字と取られないように腕を畳み込みながら体を試してもらう。でさらにこれが腕を取るというと状態こういう状態までいった時にはこっちで相手の肘を反対側のこの空いてる手でですね相手の肘を押さえてこれを押しながら上げながら自分の腕を抜いてしまうこういう状態で逃げる、はい、すみません。二人で攻防をやります。横四方固めからの逃げ方を説明します。相手のこちら側の手が足の間を通して固定している場合はまず最初にその足を両足で挟み込むようにします。挟むと同時にこちら側の手で相手の首を押して距離を作ります。この状態から足を引っ掛け締めながら腕を取ります。じゃあ次に上四方からの逃げ方の一つがあります。押さえられている時に手で相手の腰を押しながら体を相手の体を自分の上の方にずらしていきます。そうすると自分の腰が自由に動くようになりますのでずらしていったらはい、相手の腰に自分の足を引っ掛けていきます。腰に足を完全に引っ掛けたらでこのまま腕を決めていきます。
十字固めからの、基本の逃げ方いくつか紹介します。基本的な十字固めっていうのがちょっと見えてみますか。こういうふうな形、あるいはあのお腹の上に足が乗っかったっていう形になるんですけども、足もでこういう状態になると決まってしまうわけです。で、あの単純なんですけども、入る前に顔の上にとにかく足を乗せさせないということで、とにかく隙間があるうちは足を乗せさせない、あるいはあの裏からこういうふうにして帰るときも、下から十字固め入られるときも、顔の前にこう足があると決まってしまうんで、とにかく顔の前に足を越えさせない、これがとにかく第一の基本になります。それでも上手い人っていうのはこういう状態でも決まってしまう人がいますけども、顔にこう足を乗せた状態よりは決まるスピードが遅くなるんで、とりあえずこう顔から外して、で次の段階としては脇が空いてると十字固めって決まってしまうんで、よく初心者の人なんかでこう腕を曲げようとして肘を決めさせない人いますけども、必ず力で負けします。だからこういう状態だったらとりあえずこういうふうにして脇を閉じて足を入れさせない、あるいはこういう状態になっても脇の下を膝で蹴らせない、こういうふうにして抜くという、抜ければまた逃げて次の攻めなどできるんですけども、上手い人なんかはこれでも脇を抜いてもまた仕切り直ししてこう決めてくる人がいるんで、そういう時はまた親指が上に向いてると十字固めというのが決まってしまいますので、小指を返して小指を脇を締めると同時に上に向けて、で小指を上に向けたら帰って攻めるなり、あるいはまた仕切り直しするなりするという、基本は顔の上に乗せさせない、こういうふうになったら気持ちもあるんで、こう脇を締める、それで手首を、天井に向かせない、自分の顔の前に向かせないで、親指をこういうふうに小指を返して、こう頭を支点にして逃げるという、この3つになります。以上です。まず足を絡んでる状態から抜けてしまった時ですね、まだこうやって腰が浮いていたりだとか、まあ、完全に抑えられてしまうとちょっと厳しいものがあるんですけども、抜けたばっかりでまだ感覚が空いていたり、あるいは抑えられていてもエビを使ってこの間の感覚を取るようにして、エビを使って横に行きますと相手は前に押してくるので返すんですが、必ず手でつっかえ棒をされてしまう。つっかえ棒されたらいくら相手が軽くてもこれは絶対に変わりませんので、2段階で返すつもりで1回つっかえ棒をした後にブリッジで斜め上の方に返します。紙手法に相手に変化してもらうような形で、相手が大きい場合なんかにですね、こういうふうな姿勢になります。でこの手が抜けられてしまうとつっかえ棒されてしまうので、この手が抜ける瞬間を狙って返します。4つ2つ4つできたか、4つできたか、はい、両手ゆとし、ゆとり引っ張り返し。柔道の練習は1に練習、2に練習、3に練習と4、5が練習で、そうしてそれからが技の研究なんだと。人間の極限に迫るという一つのそういう目標があったわけですね。別に柔道で飯を食おうとかそういう気は一切なくして、ただ一生懸命そういうことで己を、まあかっこよく言えば己を鍛えるというか、強くなりたい一時だったですね。一番初めに講道館でお会いして4年ぐらいしか付き合いがないんですけど、たまたま電車で会ったりとか、稽古が終わった後とかお話ししていただいて、その時もすごい印象に残っているのが、柔道でお金を俺はもらったことがないし、柔道を生業にしたことがない、仕事にしたことがなくて、全部俺の好きなこと、自分という人間の好きなことの延長だっていう話をいつもされてて、で俺は
来るものに対しては俺の技術は全部教えるけども、それを吸収するかどうかはお前らの問題だからっていうことを、厳しくも優しい言葉というか、よくおだててくれましたけれども、いやそれもうあれがね、おだての分かってても嬉しくてね、まあなんとか先生に少しでも教わろうと思って、それでまたランドリー中にその的確に細部にわたってこう自分で知りたいっていうところをこうズバッとその言っていただくっていうことがね、非常にもう今自分のためにもうプラスになってるっていうことで、まあ先生の技も一つ二つまあ盗ましていただいたので、まあそれが非常にまあ感謝してますし、自分が今ここでまあキャプテンだっていうのはまあ大層なことでやらせていただいているのも先生のおかげだということで大変感謝しております。強い人はですね、今度は雲の上の人になっちゃって技なんか教えてくれないんですよね。で、石形先生も誰にでも外国人でも日本人でも来るものは拒まず去るものは追わず式で、で先生のついてのところについていれば道端の石でもそれなりに宝石にしてくれるような記憶がありますね。そんなこんなで私も実の親以上に23年間お世話になりっぱなしで、今度は恩返しの真似事をしたいなと思っております。反対側、反対の腕。道場の稽古の時は厳しかったですね。練習終わった後はものすごく優しくなっちゃうの、全然人が変わっちゃいますね。そういうところも勝負師というのと言いますかね、これ勝負師であるし一般の社会人であるということを常識をわきまえたら大先生ですね。先生と稽古してると先生がね言うんです、スンさんいいな、俺の年まであと20年稽古できるなっていうね、そういう話してましたんでね、もう柔道漬けですね、まあ、そういうふうな、そのとにかく柔道が好きで好きでたまらない、そういうふうな先生の思い出が随分とあります。ただただ長い間、まあ、体の健康維持のため柔道やってきて、でここにお世話になることになって平田先生にお会いして、まあこう涙が出るのも社会人になってからこう市民になってものを言ってくれる人があまり少なかったもんですから、ただただ感謝してるっていうだけですか。もう一から本当に何にも知らないのにこう一からこう教えていただいたっていうことで、皆さん多分一緒だと思うんですけど、そういう思いがこうやっぱり惜しい人を亡くしたなと今は痛切に感じているところです。すいません、泣いてしまって申し訳ない。主役は稽古に来た皆さん方だということで、私は非常に民主的に、しかも稽古は厳しい稽古をやらないとダメだと、柔道はいわゆる寝技に始まって寝技に終わって苦しみの中にこそ初めて真の喜びがあるんだと、先生がランドリーやらないとダメだ、ランドリーやれやれって言ったのはやっぱりその自分自身がやっぱりそういうことで技術を身につけたからっていうことでああいうことを言ってるんだと思うんだよね。横先生というのは柔道はランドリーに始まってランドリーに終わるんだって、そういうこと言ってからやっぱりランドリーやなかったらダメなんですよね。っていうけど武器っちょの人はすごく好きでしたよね。そうそうそう、結構武吉兆武吉兆なりに一生懸命やれば技はね、一生懸命やるってことが大事だということをよくおっしゃってましたよね。寝技は特に力がつくんですよね。立ち技はねやっぱりね、その素質とかセンスみたいなのがあるみたいですけど、実際ここでまあ3年前指導日だった人がもうどんどん私だけ強くなってきてるしね、やっぱりやればやるほどその努力の甲斐が見えるっていうのが寝技のいいところでしょう ね。昔から私が申し上げるように力弱くてもいいんだと、虚弱な方でもいいんだと、うちに来て一生懸命やれば本当の鍛える何くそと、社会に出て誰にも負けないという根性ができ、体ができるんだと、健全な身体は健全な精神からできるんだと、初心忘るべからずと、それから継続とは力なりと。
この技は下から十字に決める技ですけれども、ポイントはまず最初に相手の手をしっかり持って前に引き出す、それから右手で相手の右手に手を絡めてしっかりと相手の手を固定する、この肘を右手で引っ掛けて決める、相手が手を抜けないようにするのは道着を持ってしっかりと固定するという手段もあるわけですけれども、そうすると相手が、あ、これは十字に来るなということがちょっと気がついてしまいます。それで、ただ腕を絡めるという形で決めておいて、もうこれで相手が手を抜こうとしても抜けませんから、それとあと足をかけやすくするために左手で肩口をちょっと、これも強くこう押しますと相手が、あ、首に足かけてくるなというようなことも分かりますんで、軽く触って、首を上げさせるということと、それから足を肩の下か脇の下で、張って、それで腰を切ります、外側に腰を切ります、それで、決めると、こういう手順になります。この技は相手の横について、相手が伏さって逃げようとするときに腕を絡めて相手の伏さるのをまず防ぎます。で、この時に肘で相手の肋骨の部分を押さえて相手の動きを止めます。次に、左手で、襟を持ち首をしっかりと畳に押し付けます。押し付けた状態で相手を逃げられないように固定しておいて、左足を大きく回して相手の頭の上に腰掛けるようにします。で、後ろに返りながら相手の腕を十字に決める。この時に、膝をしっかりと締める、この締める締めないで十字の決まり具合が違ってきますから、この膝の締めが緩いと相手に回られて逃げられます。反対、逃げる時は反対に回るけどな、はいはい、ということになるんで、膝はしっかりと締める。それで相手の手は親指を上、親指から小指の方向に引き締めながら腰を出すということで決めます。はい、この技は三歩でもよく用いられる技ですけども、まあここには異種格闘技の方がよく来られるんで、我々寝技のためになることはそういうものも取り入れて、それで、我々の技術の向上に努めてます。こういう寝技に入る状態では立ち技から相手が崩れてこういう状態にはよくなるわけですけども、寝技やらない人はこのまま諦めて試合をそのまま捨てちゃうわけですけども、こういう状態になった時に相手の帯を持って引き上げて、で相手を足の間に挟み込みます。この時相手と直角になるように回して、それで両膝で相手の胴体をきちっと挟んで、相手の胴体がそのまま下がっていかないように抑え込みます。それから手を足の間と肩を抱えるようにして、頭を相手の胴体の下に押し込みながら、で下に入る、それで入ったこの状態で自分が不利に見えますけども、下の人は足を蹴ることによって相手の体重を持ち上げて返せるという自信を持って入り込んでるわけです。帰ったところで十字に決める。十字に決まったら親指から小指に締める手順は先ほどと同じです。これを十字はヤスケビッチ十字とも言われまして、外国の人がよく用いる技ですけれども、相手がこういうふうに伏さっている状態になった時に、
上から取り付いて、それで足を自分の足を反対側まで突っ込んで、それでこちらの相手のもものところに 足先を引っ掛けます。それから手は自分の襟を持つか、あるいは自分の大腿のところに手を回してズボンを持つかして、相手の腕が外れないようにします。そういう状態で右足で相手の首の後ろを押さえます、という状態にして、今度は足の相手の足を抱えて返します。ここまで返ったら体をひねって相手の首を一旦決めておいて、それからその足を首に回して十字に決める。十字に決まったら親指から小指までの方向に締めるっていうのは一般の十字と同じです、はい。相手がこういうふうに伏さった状態で、なかなか腕を取りに行っても手を入れにくいんですけれども、首のところから上から手を突っ込むと手が比較的入りやすい、こういう状況になりますんで、それで手を突っ込んだら続いて足を突っ込んで、その足は反対側のもものところにしっかりとかけておきますという状況にして、右足で相手の首を押さえて、それで反対側の足を持って返す。で首を一旦決めておいて、腰をひねってよく決めておいて、それから十字に決めるという手順ですね。これは前三角という技ですけれども、まず左手で相手の肘をしっかりと持ちます。でこの持った肘を自分の大腿の内側に手の甲を内側にこうつけますということでですね、相手が体を引いて逃げようとしても、すごくこう手が浮いてる浮いてないで全然力の入り具合が違うんですね。ここについてると相手がいくら体を引こうとしても引けませんという状態にしておいて、自分の手は襟を、右手は襟を深く持って相手を引きつけます、という状態から、右足を頭の後ろに回して、この回すときに相手の足にかけますけども、この足首はこういう形に足先が前に伸びていると力が入りませんから、思いっきり足を引きつけた状態にして、それで相手の頭の後ろを自分の方に引きつけます。それでこの引きつけるときに大事なのは腰を切って自分の腰を左側に浮き上げるような形にしますという状態にしておいて、相手を挟む、三角に挟む、はい、それで決めます。この挟む位置は腰を切って挟む直前に腰を切るわけですけども、その意味は挟む位置が耳と両耳の間に相手の腕を入れて挟むという位置関係を作ってください。もしこれがですね、挟む位置がもう少し深くて、こういう状態に挟まれますと、これは三角決まってるように見えますけども、上の人は全然苦しくありません。こういう状態だと逆に上の人から下の人は逆に攻められるという状態になりますから、はい、さっきも言ったように、この足を使って相手を後ろに下げながら、
いくら下げてもそれ以上は抜けません。さっき言ったように肘を持ってこの手の甲を足につけてるんでそれ以上は いかないですから、そういう状態を作っておいて三角に決めていく、はい、この時、結果的に、両耳の間に相手の腕を一緒に挟み込むという形に決まります。これは横三角と言われる技ですね。まず右手で相手の襟を上から下に送り込みます。で、反対側の脇の下から手を突っ込んでなるべく深く相手の襟を下から持ちます。この時に持った襟はですね、こういう状態になってます。これは後で見せようかな、はい。襟を持ったら今度は右膝を相手の顎の下に入れて、右手を思いっきり持ち上げるようにして相手を引きつけます。それから次に相手の後ろ帯を一般的には持つんですけれども、これよりもズボンの紐をですね、そこをこういう形で返した状態で握ります。で、肘を相手の背中にしっかりと当てて、それで右足を相手の脇の下に突っ込みます。この時一般的にはですね、横三角やる方はこの足を突っ込むということに重点を一般的な人は置きがちですけども、ここで教えてるのは左足を相手の顎の下にしっかりと突っ込んでるんで、こっちの足はそんなに深くなくていいです。ちょっとかかってればこれでいいです。こういう状態にして相手の頭の上に腰をかけるようにして、返します。返った時に、この足が突っ込みが非常に深くなっているために簡単に相手の肩まで挟むことができます。こういう状態で挟んで、それで深く持ったこの手を利かして、自分の尻を天に向けると締めが決まります。締めが決まります、はい。で、締めが決まらなかった時にはこの手をほどいて関節決めます。相手の手を三角に決まってる肘が固定されてますから、これを押していくとそれで決まります。で、まあこれで一般的には決まるんですけども、それから先さらに抑え込みに持っていくために相手の腕を裾を引いて、縛ります。腕縛りと言いますけども、こういう状態に決めて尻を上げれば抑え込みが効きます。それからさらに紙四方が得意な人はこれから三角をほどいて紙四方に決めます。はい、これ後ろ三角ですね。寝技に入るときはよくこういう状態になりますんで、後ろに相手の後ろにつきます。で、腰をまず決めて相手が逃げられないようにした状態から、今度は脇の人から手を突っ込んで相手の腕を手首を握って相手を引き出します。で、握った状態で左手で、その手首をもう一度一緒に握りながら前に歩きます。歩きながら相手の首のところに右足を回して、それで三角に決めます。
で次に、腰のところに足を当てて、それでそれを蹴るような状態にして三角に決まりやすい間合いを作ります。この足の蹴りがなしで挟みますと深すぎて相手、三角決められても全然苦しくないという状態になりますから、これで、相手との前を広げて、それで、三角に行きます。はい、これで後ろからきちっと三角決めた状態で腰を出しながら、手の親指から小指の方向に、十字を決めると同じような要領で決めると腕が決まります。この時に、三角で首も結構決まってますから、しっかり締め込んでいけば、締めでも相手前に出させることができます。はい、これはこの研究会では縦の返しと言ってますけども、今トリをやってる縦野くんが得意としてる技なんで、そういうふうに呼んでます。まず相手を引きつけて、右手を相手の首の後ろまで深く突っ込んで相手を引きつけます。それから、返すときに受けの右手が体の外に出て、体の外に出て返すのを防ぐ、手をついて防ぐという状態になると返らないんで、で引きつけるときに、相手の手を押し込んで畳み込みます。そういう状態で帯を持つという状態に作ってしまうと、相手は腕が畳み込まれて右側に返っていく方向に、支えを失った状態になってます。これを今度は右側の手を突っ込んで抱いて相手の下に入り込みます。こういう状態で相手が支えのない方向に足を使って返しますという状態から、横について横四方に押さえるという技ですね。同じように相手をきちっと腕を畳み込んで畳み込もうとするところを、相手がそれを察知して右手をついて、出してついて反対側には返らない状態を作られたときに、逆に右手で相手の手を抱き込んで伸ばして、で反対の足を返して蹴って反対側に返して押さえ込む、横四方に押さえ込む、こういう左右両方に変化できるという技です。これは足固めという技ですね。相手をまずこういう状態で引きつけます。こういう状態よくできるわけですけども、受けの方は相手に引き裂けられるのが嫌で、左手をついて、頑張ります。この左手ついて頑張ったところが狙い目ということで、そこから足を絡んでいきます。体をずらしながら足を回して、それで、反対側の足と組んで、腕三角みたいな形に取ります。それで体をずらしながら取って決めます。取りに行くときに、受けの方はこれを防ぐために帯を持つ場合があります。自分の帯を持つ、自分の帯を持つ、はい、そういう状態でかけてください、という状態で頑張ってきますから、ここは力勝負という状態になってきますけども、この手で襟を持つ、こちらで体を抱え込む、あるいは帯を持つというのが非常に重要になってきます。ちょっとこれを解いてみてくれますか。こういう状態で放っておきますと相手がでんぐり返しして逃げてきます、はい、
まあ、こういう状態になればまたすぐ抑え込みに行きやすいというポイントもあるんですけども、とりあえずは足で絡まれた腕が逃げられると、こういうことがありますから、かけた状態で帯を持つということを忘れないください。帯あるいは、胴体を抱えてそれで相手を逃がさないようにする、ここを持つということですね。はい、先ほどの技とほとんど同じ技ですけれども、最終的に決めるポイントがちょっと変わった技ですね。はい、同じく足を絡んでいきます。絡んだ状態から三角、足を三角決めるような状態に組んで、それで自分の体を引いて相手との前を広げながら腕を伸ばしていきます。はい、という状態で決める、まあ、腕三角というような技ですけれども、先ほどの技と同じような入り方で、相手が前を広げたような時にはこういう決め方もできると、こういうことです。はい、やっぱりここに来るとですね、柔術の人間、それから何でもありのルールでやってる人間なんかでも来てるとこいますとね、雰囲気はもちろんいいんです。雰囲気も非常に大切なんですけども、技が自分の技を磨けると、でその磨く相手がぶつける相手がいるというところに非常にその重要性があって、それがまあ魅力ということにつながると思いますね。格闘技界で飯、それ商売にして飯食ってる人なんかと互角に稽古ができる、今日はできたっていうのはやっぱり自分自身にとって楽しみだと思いますよ。他の若い人たちも含めてね、そこからやっぱりうまくいってそういう人たちをきちっと抑えたとか関節取ったとか首絞めたとかいう時の快感っていうのはやっぱり忘れられないですよね。そういうことはありますね。きちっと乱取りを継続して、その中で自分のどういう技が自分に向いているかということを身につけるという鍛錬をですね、積んでもらいたいと思います。それであまりこういう形での稽古をやったことない人はですね、一度来て自分できないんじゃないかなということで尻込みしないでですね、やっぱりやってみようということで魅力を感じた人はやってもらいたい、こういうふうに思いますね。ここの研究会は堅苦しい会ではありません。だけれども厳しさもあると。で、ほんわかしたですね、人間的なその非常にいい空気も持ってる。で、人それぞれみんないい人です。だからそういう意味でですね、ビデオを見て来たいという人はもう素直な気持ちで飛び込んでね、来ていただければ、我々は全員会場をはじめ全員歓迎しますので、どうぞね、来て、見たい人はいらしてくださいということで大歓迎しますということですね。
私は力が弱いから社会でどうもなんとなくというような方はどんどん来てくれと、いわゆる体育会の系のような柔道は私は嫌いだから、昔から、まあ、みんなが盛り上がってやろうじゃないか、やろうと、苦しい中でもやろうじゃないかというこの精神がおのずとこう彷彿として湧き上がるような、いわゆる同好会クラブにしたいと、こういうふうに私は自分でも思っています。